の西川、仙台6冠、まあ、日本代表クラスの、いや本当ですね、はい、3人のゴールキーパーから打ち破ってのフリーキックでした。さあ中村俊輔対東口、まあ、中村選手多分先ほどのフリーキックのこともありますからね、そこはちょっと意識しながら蹴ると思いますけどもね。落とす、中村俊輔が東口の壁を打ち破りました。同点、これが